調子こいてビールの輸入を始めたら財政破綻寸前までお金がなくなってた我らがパンツ村。頻繁に枠盗賊で小銭稼ぎなども結構、新たな地域に開村もしたし今回も開発頑張るぞー。開村したティーバック村は豊富な資源が野生動物のみのワイルドな土地。でも資源が近くに集中してるから開発はやりやすそうだな。この土地は肥沃度が高いから、軌道に乗ったら一大生産地になる予定だよ。穀物加工してパンやビールを作るのが楽しみだぜ。初期開発は採取者の小屋から街道に伸びる道を敷いて、それに相応に仮小屋も設置。まあこの辺はもう慣れてきたな。今後はサクッと開発して変化あった時だけ報告するよ。さいですか。パンツ村では物流拠点が完成。この施設で他の村に物資を送れるみたいだな。送り先をブリーフ村に設定してパンツ村からは弓を、でブリーフ村のお肉と交換してもらいましょ。物々交換のレートとかあるな。一方的に送ったりもらったりはできないしようか。物資は村の共有財産だから、無償で渡せないのは致し方なしか。数量指定もできないから、パンツ村で使う分までブリーフ村に送らないように注意しないとだな。あ、そうだ、村村を往復するのは大変だから、ラバも追加で購入しなくちゃ。輸送量が20個にアーアップ。パンツ村とブリーフ村の境界には山があるから、山道を敷いたけど移動が地味に大変。頑張れラバ。そして物々交換を初めて気づく、ブリーフ村に肉がないと、交換物資は肉から木の実に変更とする。おい。山越えしたとこ悪いけど戻ってきてー。ブリーフ村までもう目の前だったのに、哀れ。さあ声援。ティーバック村の開発もちまちま進め、1ヶ月経ち住宅の建設が開始。暮らしやすい村を作って、移民をどんどん増やしていきたいな。ブリーフ村では豊かな資源である鉄を使って、新たな産業を起こすぞー。ってことで鉄鉱石の採掘を開始。鉄鉱石を加工してけば武器や防具も作れるだろうし、マッパの旧兵たちの装備がやっと整えられそうだぜ。そういえばブリーフ村の境界はまだ木造だし、弓送り終わったら屋根材も後で送ろっと。アップグレードに使う資材を村々で交換すれば、効率よく村運営できそうだ。開村4ヶ月ティーバック村も家が立ち、薪の生産が遅れてる以外は順調順調。食料集めやすい土地は開発するの楽でいいな。ブリーフ村に弓が届き旧兵の召集が可能になり、これで防衛も安心。パンツ村に木の実送ってるけど、在庫も250あるし安定感あるぜ。さて弓の運搬が終わったので今度は屋根材をクロット。食料不足気味だったパンツ村の食料も200くらいに増えてるし、物々交換最高だぜ。ティーバック村では心の拠り所教会の建設に着手。もちろんご神体はシケベなティーバックである。ああ、私の勝負パンツ飾らないでよ。へへ。まったり村を見ながら、教会建設を眺める日々。人口も少しずつ増えてるし、来年には農業も始められるかもしれんな。あ、そうだ、パンツ村も移民用に空き家作っとかなきゃ、がっつり区画割りじゃあ。今まで割と細かく区画割りしてたのに、村が増えて開発が雑になってて草。複数村同時開発は農が追いつかないんだよ。そして今年もやってきました、盗賊の季節です。盗賊、もはや旬の野菜みたいな扱い。まあ出てきたら刈り取るだけだし。せやな。生えてきたのはまた村の反対側の角の地。移動速度の速いパンツ村民急兵で出撃だあ。前回一人やられてるから気をつけて戦えよ。前回は一列の王陣にしたけど、今回は三列王陣の密集形態で合戦。結果接近を許したもののワンパンで勝利。密集形態の方が射程範囲が狭まって、集中攻撃できて敵を倒しやすかったようだ。で無事戦利品130号国庫に入金。そして誰一人かけることなく、ダッシュで村に帰って無事解散できました。さあ冬が来る前にもう一頑張りだ。だが帰宅した村民に衝撃走る、家が木に潰されていたのだ。もう少し考えて木を倒せ。これはひどい。早急に倒木の撤去しないとだな。だが帰ってすぐにまた盗賊現る。今度はパンツ村のすぐそばだ。じゃ今度は近場だし仕事してない極潰しの従者たちだけで行かせましょ。あいつら開拓しないから使えるところで使わんとな。さてブリーフ村に屋根材が届けられたので、今度はティーバック村に弓と木の実の交換を開始。木の実と交換でティーバックを弓で武装するのだ。いつの間にかパンツ村の露店がいっぱいになってたので、市場の区画を追加で区画割り、パンツ市場もだいぶ大きくなったな。ティーバック教会が完成したのでお次は領主の邸宅を建設。完成すればティーバックの従者が召集できるようになるぜ。
その頃パンツ村の従者たちは盗賊どもと会いたい。フル装備従者だけど12名だけで干渉できるかな？いっけえ。オラ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 ー、パンツ魂を見せてやれー。民兵の旧兵以下の戦火だったら役立たずの落胤を押されるぞ、気合を入れろー。敵はろくな装備もない盗賊、ケチらせー。お、敵さん逃げてったぜ。よし、誰もやられてないな、上出来だ。開発に影響出さずに無事盗賊退治成功だぜ。やっかー、お宝を奪えー。盗賊退治は一部隊いれば楽勝、もはや我らに敵なしだー。などと思っていたら国境を侵犯しているお隣の領主の軍を発見。ここはパンツ用だ、直ちに立ち去れー。特に攻撃表示とかは出てないから平気だよね。多分、従者がいないのを見て攻めてきたか？そのままティーバック村の街道を進むお隣の軍。宣戦布告とかされてないがこれは心配だ。パンツ村の従者も帰ってきたけどこれには反応してないし、一体どこに向かってるのやら。うちらが潰した盗賊狙いで出撃して、やることなくなってうろうろしてるだけならいいんだが。そしてティーバック村の森で姿が見えなくなっていた隣の領主の軍は、そのままマップ外に消えていった。肩すかし。さて脅威は去ったしブリーフ村の鉄鉱石も溜まってきたから、解鉄炉を建設しましょ。鉄鉱石と燃料で鉱板を作るぞ。効率の良い作業動線を考えると、一度倉庫に鉄鉱石を運びそこから解鉄炉に運ぶのが良さそう。これで鋼鉄大量生産時代だぜ。しかし霊夢が建てたのは解鉄炉ではなく小さい鍛冶屋だったため、鉄を作ることはできなかった。効率以前の問題じゃねえか。てへぇ。お次はパンツ村の家レベルを3にしようかと思ったんだけど、輸入量を減らしたビールの供給が間に合ってない模様。飲むのが早すぎ。輸入量増やして財政破綻させるわけにもいかないし、こりゃ一旦禁止せざるを得ぬ。ティーバック村を開墾して収穫してビール作るか。時間かかるけどそれしかないかなー。家のレベルアップには他にも靴衣類マントのいずれかが必要。なので原料が革だけで済む靴を作るべく、家の裏庭に靴の作業場を増置いく。あとは靴屋が露店出して各家庭に行き渡れば、ビール次第で家レベルが3に上げられるぜ。本当はビール輸入で一気に3と思ってたけど、無理する理由もないからのんびりやりましょ。だな。ブリーフ村の食料があり余ってたので、影響力のために10分の1税を 40% に爆上げだー。もはや40分の1税である。ティーバック村も邸宅が完成してたので、10分の1税だけ取っとこっと。この村初めての冬越しだけど、食料とか余裕あるし少しくらいなら取っても平気そうだ。そして溜まった影響力でパンツ村に隣接する土地をゲット。これで土地は4つ、隣領主が3つだから勢力的には逆転だぜ。今日からこの地はブルマー村とする。昭和の怪物が生み出したパンツそっくりの体操服が彼らの正装。パンツじゃないから恥ずかしくないもん。こらこら。さあお次はティーバック村で農業を始める。私はビールが飲みたいんだー。お酒のためなら自ら開墾も辞さない。それがうちの霊夢さんだ。耕作する広さはおよそ1モルゲン。1モルゲン、それは早起きして耕せるだけの土地の面積とかいうやつだな。いっぱい土地用意したから休耕地にして、寝かせて半分くらい作付けする感じにしようかな。でこの土小麦に合う土地だ。私が欲しいのは大麦。ビールと言ったらやっぱ大麦でしょ。まあ小麦のビールも一応あるしどっちでもいいだろ。私は大麦のビールが飲みたいんだよ。謎のこだわり。ほぼほぼ建設予定終わってたけど全部削除、土地の選定からやり直しだー。一体何がそこまで彼女を駆り立てたのかは誰にもわからない。ビール飲みたいだけです。結果町の右側が大麦に適した土地だったので、こちらを農地に区画割りしました。こっちは 51% だし、大麦がちゃんと育てられそうだな。最高級ビールを作ってやるぞー。誰にも私のビール作りは邪魔させない、ティーバック村の従者を大増員だー。ビールとティーバックの守りは任せたぞ。農地は耕すところからやるみたいだから、春までまだ時間あるけど一応一割当てときましょ。気がついたらもう1月、あと少しで3年目、今年はビール作りを頑張るぞー。春になったらブルマー村の開村も同時進行だ。脳が追いつかん。ガンガエー。ではティーバック村のイカれたメンバーをチラ見せでご紹介しつつ今回はここまで。続きが見たいと思っていただけたら、チャンネル登録高評価、よろしくお願いいたします。元気が出ます。次回ビール作りに励む霊夢に敵勢力が激突、果たしてビール製造は成功するのか？気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。